はい、皆さんこんにちは。しげちゃんの歌唱レッスン講座のお時間です。今日は加賀美五郎さん、千鳥の舞、この曲をレッスンしてみたいと思います。まずはオリジナルキーで私がワンコーラス歌っています。踊りの方の世界を使っていただくといいですね。この曲は和の雰囲気がもうぴったりこう、はまってますからね、ぜひ踊りの世界の人は、この歌をね使っていただいて踊りを取り入れていただきたい、そんな感じがしますね。はい、今回のこの加賀美五郎さんの作品は淡路島の南に位置する徳良という場所なんですね。淡路島の南の方角です。瀬戸内海の夕日に染まる海を眺め、一羽のはぐれ鳥が飛ぶ姿に自分の今の境遇を重ね合わせ、切ない女心をこの全体の和の雰囲気たっぷりの中で情感しっとりと歌い上げていただきたい、そんな作品なんですね。まあ、こういった歌はですね、やはり全体的にはゆったりとした気持ちの中でね、各フレーズを丁寧にそしてしっとりと歌い上げていただくととてもいいと思いますね。ですから、まあ、慌てず落ち着いて一つ一つをね、じっくりとこなしていくような、そんな感じで歌っていただくといいですね。ですから決して歌い急ぎをしないようにね、慌てないように気をつけてみましょうね。はい、それではいい歌ですね。ぜひ、しっかり皆さん覚えましょうね。まずは瀬戸は引き潮っていきます。瀬戸は瀬から戸へ、ちょっとこう音がクイッとこう、しゃくり上げていくような意識を持ってましょう。瀬から戸はちょっとスピード感を持って瀬戸と持ってきます。で、戸はちょっと伸ばしながらうわーと送ってみましょう。和も少し長めにとって瀬戸はと持ってきます。で、給付の音がドーンと聞こえたら引き潮、またちょっと素早い感じですね。引き潮といきます。必ずワンブレスでいきましょうね。落ち着いていきましょう。そして引き潮と言ってから言う波のところで、ここで盛り上がっていきます。引き潮夕波しぐれ、ちょっと頑張りましょう。波しぐれ、次もいっちゃいますね。あれもあれもあれも、このまま夢です。落ち着いて、これしっとりといきましょう。これ強く歌わないんですよ。もう夢と思ってきます。
誰もというところがね、母音のこの、あいうえのあですけども、ちょっとここはね強烈に出ちゃうんですね。音が高いですから。ですからここはあんまり強烈にあれも出さないようにしましょう。まあ、このコツはですね、やはり口の開きですね。口の開きをしっかりして、その中心をつくような意識で、あれもとやると上手に発音できます。これをやっぱりそのままストレートに言っちゃいますと、あれもとこんな感じでね、ちょっと雑になっちゃうんですね。ですからやっぱりこういうところは雰囲気たっぷり歌いたいところですから、高音といえども強く歌わないように。で、夢ですと言って、で、これというところから、ここは実にこうしっとりと丁寧に持っていきたいところですからね、落ち着いて捉えましょう。それでは最初からいってみますよ。はい、瀬戸は引き潮夕波死ぬね、あれも夢です、これも夢。はい、そしていよいよこう高いところが来ますね。せめてめえて、せめてえてというあたりね、落ち着きましょうね。これ難しいですね。強く歌うとダメですよ。えてと落ち着いてこなしましょう。で、このまま必ずワンブレスね。あいたや、もういい、もう、もういい、いい、いい、ちょっと伸ばして、いい、いち、あと張りましょう。ちど、最後はしっかりきます。はい、この攻めてというところ難しいですね。はい、じゃあそこのもう一度というところまでいきます。もう一回最初からいきましょうね。はい、背からトへしゃくり上げる意識を持ってましょう。はい、背とは引き潮夕波死ぬね、あれも夢です、これも夢。ピシッと出ましょう。せめて会いたや、もう一度。はい、はぐれ、クイッといきましょう。はぐれ千鳥の、千鳥の、千鳥の泣く声にと落ち着いていきましょう。ここもきついとこですね。音が高いですね。でもここあんまり歌わないしましょうね。もう一度でいいんですよ。もう一度のとこでグッといけば、あとはこなしていくように、高音を張りすぎないように、うまくリズムに乗って、この3つのフレーズをね、はぐれ千鳥の泣く声をこなしましょう。そしてしーのぶ、しーのぶですよ。しーのぶ、都の、都の、あの日、ちょっと落ち着いてます。日、そしてもう一回ポーンと、とーっと盛り上がって、おー。はい、じゃあ、せめてのあたりからもう一回行きましょうかね。はい、せめてからもう一回行きますよ。はい、せめて会いたや、もういい。泣く声に落ちて、死の
都のあの人。今、先生が C ノブのところのリズムがちょっとおかしかったですね。はぐれ千鳥の泣く声に死の都のあの人。とこういうわけですね。なかなかいい歌ですからね、ぜひじっくりと歌い上げていただきたい、そんな曲ですね。はい、千鳥の加賀五郎さんの曲頑張って覚えましょう。